奥田昭白剣、女用訓毛髄にある長持ちのガ長持ちは、主に近世の日本で用いられた民具の一つで、衣類や寝具の収納に使用された長方形の木箱。箱の下に車輪をつけて移動の瓶を測ったものを車長持ちという。室町時代以前には収納具として筆が用いられていたが、時代が進むにつれて、調度品や衣類が増え、さらに江戸時代には、 木綿が普及したことで、貝巻きや布団など寝具が大型化し、より大型の収納具が必要とされたことで武家で長持ちが使用され始め、やがて庶民の間にも普及するようになった。車長持ち一般的な大きさは長さ8尺五寸前後、幅と高さは2尺五寸。上を備えたかぶせ蓋がある。上等の品は漆塗り、家紋入りのものもある。 長端部には竿を通すための金具があり、運搬時はここに太い竿を通して二人で担ぎ、持ち運ぶ。移動しやすいように底部に車輪を組み込んだ、車長持ちが普及したこともあったが、明暦三年に、江戸で発生した、明暦の大火で、家々から外へ運び出した車長持ちが、路上に溢れ、人々の避難を妨げるという事態が生じたため、江戸、京都、大阪で使用が禁止された。 一方、地方では引き続き用いられ、法歴4年の仙台では、火災のたびに車長持ちが引き回される状況があった。長持ちは、代表的な嫁入り道具の一つでもあり、嫁入りに際して、長持ちを運ぶ、祭の祝い歌は、長持ち歌として伝承されたが、明治時代、大正時代以降、長持ちの役割はタンスに譲られることとなった。ありがとうございます。